皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さて、夏の暑さを和らげる緑のカーテン、4月23日緑のカーテンの育て方講座が開かれます。育て方講座は農学博士で NPO 法人三重スローライフ協会の森川茂幸さんを講師に招き、緑のカーテンを大きく育てるコツや病害虫対策などについて学びます。講座は松阪農業公園ベルファームで午前午後と開催し、それぞれ1時間程度を予定しています。申し込み方法など詳しくは松阪市ホームページをご覧ください。はい、ぜひご参加くださいね。それでは今回のラインナップです。交通安全啓発をリレー方式で行う反射材着用推進推奨像伝達式が行われました。竹上市長が4月の定例記者会見を開きました。松阪農業公園ベルファームのチューリップが見頃を迎えています。現在旧小洲製材門家では春の企画展小洲東家の遊芸が開催されています。